このルイ・ヴィトンね、ちょっと偽物やけど、これあれですよ、道具入れるのいいですよ。ほんで、左右に、紐つけてね。ほいで、それで、パソコン入れるとか、リュックもいいけど、これいいんですわ。で、さっきの続きしますわね。私、スマホね、ここに1台あるんですわね。ここに1段ですわ。どれだろうか。ここに1台ね、3台。で、今度ね、4台目買おうと思うんだけど、ちょっと借金があるからね。私事やけど。借金があるから、まあ、1万3000ばっかしね。だから、それか、函館行こうと思う。わし、生まれがね、田久保茂の Facebook で検索してください。ええのでと。生まれがし、函館でね、生まれは下関か。で、まあ、5つから17まで育ちましたわ。あとは省きますわ。ほんで、どうもね、私、赤が好きみたいですね。で、今、YouTube 投稿ね、交互にしとんですわ。だからこういうの助かるんですよ。まあ、今ね、今日2個目ですわ。これで面白いますね、人間って。あ、そうそう、これ言いたいの。あれ？さっきのメモで俺言ってた。まあ、メモ必要ですね。今出てくるわ。言いたいこと聞いた。今1分45秒ですけど、一回3分、もうちょっと喋ってみようか。テストね。そんなもんかな。何喋ろうかな。うん、あと、あ、そうそう、アフリートいいか。今2分3秒ですね。これ今日で3個目ですわ。ちょっとコーヒー飲ましてね。足の生い立ち喋ったってそうですね。あ、そうそう。一応言うとくか。わしね、田久保って言うんですよ、名前が。今大阪もんやけど。ちょっとね、なんとなく田久保家のルーツ見てみたんですわ。皆さんも自分のルーツ見てください。例えば、田中やったら、田中ルーツって、スペース置いてね。わしの田久保家っていうのはね、ルーツ見たらね、愛媛のね、豪族でしたわ。なんか性格はね、私ちょっと派手なんですよ、ものすごい。で、金遣いもむちゃくちゃ荒いし、トラックで250万稼いだの、いっぺんに使いましたわ。毎月5万ずつね、じゃあ、キャバクラで。ほんで、家潰しとるしね、100万で、借金でね。そういう人間が大切するんですよ。覚えとってください。それと、お金持ち父さん、貧乏父さん、あの本、ロバート・清崎、あれいいですわ。結局、サービス見喋るね。結局、性格ですわ。結局、この人喋るから、わし、得あんですわ、友達とかね。それも覚えとってくださいね。その代わり、知識吸収せなあきまへんよ。ほいでね、もう一回、西成ってとこ来てね、4分まで喋りますわ。私、西成区ってとこんですわ。後ろがセブンイレブンね。ちょっと場所は出さんけどね。押したらね、おじいさんってわし、下関生まれて見たことないんですわ。参考聞いてくださいね、おじいさんね。人、まばらやし。何も家こもってますわ、何もないから。こっち来たら、花園とか行ったらね、みんなね、おじいさん、西成区いうとこはね、西日本のね、皆さん出てくるとこですわ、全員。ほんで、おじいさんの墓場みたいなとこあるんですよ、花園のね。全員、足から、腰からみんな曲がってますわ。そういうこと勉強させてもらいましたわ。まあ、そういう感じで、第3話を切りますわ。